dein Heil ist tot. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng getät. Alle Menschen werden Brüder, wo ein sanfter Flügel weint. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng getät. Alle Menschen werden Brüder, wo ein sanfter Flügel weint. Eines Freundes Freund zu sein, wie ein Hund es bei Berungen geschieht seinen Lohn rein. Ja, wer auch nur eine Seele seinen auf den Erden ruht und ist nie gebunden gestehen, weinen sich aus diesem Blut. Ja, ja, wer auch nur eine Seele seinen auf den Erden ruht Held zum Siegen, laufet, Brüder!
私どもの演奏会に来る若い人ってのは若い人多いんです。だいたいね、あのお客さんの年数えたわけじゃないんですけども、だいたい舞台から見てると20歳ぐらいから30ぐらいまでの長身が非常に年齢層として、まあその少し上とかその下とか、ということはまあ30までは青年と言ってもいいですよね。非常に多いんです。で非常に熱心でですね、まあ要するにこうこの頃の言葉で言うとサポーターなんですよね。それで非常にねこう熱狂して、で非常に頼もしい感じがして、むしろ我々が支えられているというような感じも持ってるんで、日本という国は捨てたもんじゃないと思うんですよ。やっぱり立派なもんで、堂々とした立派なもんはとにかく聞こうと。で聞いたらまあ非常に素直でわっと聞けて、あのこれは分かるとか理解するとかいう性質のもんじゃありませんから、音楽っていうものは聞いた感じですから。でもう素直に感じして聞いて喜んでわーっと言って帰ると、精神衛生上も非常にいいじゃないですか。ごてごてその理屈を言うわけでもないしね、非常にいい聴衆層だと思ってますけど。いや自分のオーケストラですもん。これはもう始まりからネックから自分の子供の好き嫌いしているようなもんで、もう よくぞここまで育ってくれたと思ってますね。なかなかね、ただまあもっと給料余計払えたらといいと思いますけどね。俺たちうまいだろうと思ってやってるわけじゃなくて、精一杯やってるんです。精一杯やれれば、精一杯やるということが大事であって、私が少しでも長く生きてるのが良さそうですから、当分死に急がないですから。だいたいね95歳目標にしてるのは、ストコーツキーさんが94だから一つぐらい先行こうかっていうだけの話なんですよ。別に96でも7でも構わないんですけど、まあ健康であれば。指揮者の教育っていうのは暴風のがうまきゃいいのかなという問題が一つあるわけです。みんな毎日僕は時々上がってきてね、2階でここで練習で見るんですよ。でもみんな上手いんですよ。あんまいなと思って見るんだけども、別に音変わらないんですよね。でむしろなんかあの安心して、むしろ楽だから安心してるのか、こう平坦にこういくんですな。つい去年ぐらいかな、岩城君になったら、先生この頃僕うまくなりましたねってやったらね、そうかあれうまくなったかって言ったら、もう見違えるようになりましたっていうか、前は随分ひどかったかってセンブリッジでやってくださった原さんっていう方が、とにかく君オーケストラを作ったら、新しいオーケストラを作ったら、まず指揮者もオーケスト楽員もベートーベンを全曲やるべきだということだったんですよ。それでもういやもうもなしに全部やったんですよ。それはあの一つの見識を示すものだと思うんですよね、ベートーベンというものの、まあの認識と、それから演奏者たるものはという心構えみたいな。私がどちらかというとその全部やる、例えば僕バイオリン弾きでしたから、ベートーベンのソナタ、バイオリンソナタは全部やりました。それから弦楽四重奏はやってったら途中で弾けなくなっちゃうんですよ。弾けないことはないんですけど、分かんなくなるんですよ。もう100番超えるとね、もうやめとこうかって。だけどもそこまで行こうという気持ちは、だから全部やるということは、あの決して偉い仕事でも何でもなくて、ようやくその全体像を知るということに過ぎないものだと思いますよ、今でも。今までは、だから今の場合はただ全部やりますよというのでは済まない、どういう演奏をするかというところまで来てますからね。だけどまずしかしまず知ることから始めるんだったら、あの全部やるというのは、バイオリンのソナタ全部やるとかとかっていう意味で、私は、ね、全部やることで一応なんとなく分かると、
やらないで本読んだり睨んだりしてもダメですからね。そういう意味でやっぱり私なんかその大阪フィルを聞かせていただきますと、やっぱりそのベートーベンを何度も演奏してきたその経験というのが非常にその客席に僕は伝わってくるんです。伝わってますかね。伝わっているとすれば、わずかでも伝わっていればもう、まあ、私たちはもう悔いないですけどね。その俺たちうまいだろうと思ってやってるわけじゃなくて、精一杯やってるんです。精一杯やれれば、精一杯やるということが大事であって、キリがないですよね。その表現の巧みさとかというものを再現がないですから、まあ誤りない程度に全部やるということは必要だと今でも思いますけど。